ありがとう。中丼、10周年くまありがとう。こうたん、ちょっとカキフライ温め中。まるくん、すみっこ暮らしありがとう。中丼、すみっこ暮らしありがとう。今何これ、すみっこ暮らしコラボ中？たむたむ、すみっこ暮らしありがとう。トミー、だるまありがとう。おのちゃん、ハート。猫まんまハート、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。届きました。ちょっとコウタンがマジでモバメで書いてた、食べたすぎてた、マジでずっと食べたいって言ってた、このカキフライカレー、マジでずっと食べたかって、ほんまに食べたくて、このカキフライカレーがココイチに買ってきてもらいました。走り続けろ我らが NMB。 ふーちゃん、ふーちゃん来たの？ふーすけ。こら！危ないよ。ふーすけ危ないよ。よいしょ。こよたんだよ。これを食べていきたいと思います。ちょっとね、10時までしかできひんからさ、ショールームは。皆さん N 見てくれましたか？ちょっとね、私もね結構難しかった。もうちょっとね上手くなりたいですね。やっぱりすごい楽しかったです、チーム N 公演、 N シップ公演。じゃあいただきます。あ、これは母が作ってくれたサラダですね。待って、こうたん、カキフライカレーほんま好き。あ、待って、お箸ない、お箸。母ちゃん、お箸ちょうだい。これさ、結構食べ方分かれません？なんかご飯をいただきます。うん、待って、映ってなさすぎひん？いい？走り続けろ我らが NMB。待って、こぼれた。待って、こうたん、お箸ないから。母ちゃん、お箸ちょうだい。待って、そういえばほんまやな、白ね。こうたんさ、ちょっと髪のゴムがさ、部屋に絶対いつも1個はあるのに今なくてさ、しかも白い服やからさ、ちょっとほんまにやばいんやけど、絶対こぼす案件すぎる。こうたん、ほんまに風太いるし疲れた。ありがとう、お箸いただきます。そう、私はね、ユニット誕生日単語でした。でもなんか普通にあれか、なんか何やと思うって結構聞いたけどさ、こよたんユニット、普通に考えたら誕生日単語になるか、愛花さんのアンダーだったので。いただきます。カキフライ、え、待って、これちょっとカレーにつけた方がいいんか、これ。いただきます。うん、私ね本当にね、カキフライ好きなんですよ。ほんまに好きで、カキフライが。私、愛花さんのアンダーなんで、誕生日単語です。でした。もうちょっとうまくなりたいですね。いただきます。うん。ほんまにカキ好き、私。そうそう、あのカキフライ、カキフライ、カキフライじゃないわ、その奇跡は間に合わないって予想してた方がめっちゃ多くて、こよたんをマジって思って、あれ、私あれかっこよく踊れるかなって思って、
皆さん予想してくださってましたね、奇跡って。ほんまにね、いっぱい、なんて言うんやろ、いっぱいあの応援しに来てくださってて、ファンの方がほんまに心強かったし、めちゃめちゃ緊張してしまったんですけど、なんかほんまにほんまに楽しくて、いやもうほんまに楽しくて、なんか世代交代前夜公演とはまた違った楽しさを覚えましたし、なんかもう絶対ここでここに出演させていただくことでもっとレベルアップできるし、そのそこで感じたことを旧規制公演に持ち帰って、もっと世代交代前夜公演も盛り上げたいなってめっちゃ思いましたね、ほんまに。それで明日はあれですね、僕の青春公演にうちの赤ちゃんが出演します。宮本亜美ちゃんです。宮本亜美ちゃんが出演ということで、絶対見ます。亜美ちゃん、それでそのチーム N の出演で、これをコミュニティの皆さんからいただきました。まだ写真撮れてないんですけど、私が昨日は一日中寝てて、今日顔がボロボロ。うわ、なにこれなにこれ、うわうわうわ、なにこれなにこれ、ちょっと写真撮ろう。ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、ふー、う、あ、すごい、なにこれ。インちゃんありがとう。なんだこら、びっくりした、びっくりした、フレーム、ありがとう、びっくりしたね、ありがとう。おちり配信映ってた、ふーちゃん、これをね、いただきました。ここにね、ほら見て、サメニャンがいます。私の大好きなこのモフサンドの猫ちゃんがめっちゃ私好きで、ほんまに N シップお疲れ様タワーありがとう。皆さんもギフトありがとうございます。ちょっと今日は20分なので全部読み切れないんですけど、あと10分しかない。そう、急に決まってごめんね、ちょっと配信したくて、カキフライ配信。コヨタンはね、モフサンドが好きで、そう、それでね、お部屋にも飾っているんですよ。あ、この子たちもモフサンドのサメニャンですね。プシプシマル、こっち来て。ちょっとこれもね、前の50回の時にここにお花入れてもらったやつです。ふう。こっちおいで、ふーちゃん、よいしょ、もうほんまに映りたがあり、映りたがあり、ふーちゃん、見て見て、ふーちゃん映りたがあり、映りたがあり、おしわりは、おしわり、おしわりは、ふーちゃん、ふーちゃん、かわいいでしょ、あのね、お衣装はマイさんの衣装でした。で、アンコールはチッヒーさんのお衣装でした。ポジションはアイカさんのポジションでした。じゃん、
いいでしょ。これはゆうみさんと紹介し合っているところですね。あれ、なんかふーちゃんどっか行っただが。ふー、こっち向いた。待って、ちょっとヤバちゃみやねんけど、普通にヤバちゃみやねんけど、なんで落とすん、ほんまあかんわ。ふーちゃん落とさんといて。ふー落とさないで、落とさないで。ふしまる、ふしまる落とさないで、ほんまに。ふーこっち見て、こっち見て、かわいい。初期甘えん坊でしょ、うちの子。この後はルームス配信したいと思います。あ、皆さん写真買ってくれたんですか、ありがとう。ね、カラフル衣装だよね。アンコール後の衣装はね、そう、世代交代は黄色ストライプやけど、 N シップは赤ストライプ衣装ですね。なんか衣装さんに、衣装さんにスカートかズボンどっち派って聞かれて、聞いてもらって、スカートって言ったから、多分アンコールがチッヒーさんの衣装になったんだと思います。で、ほのぴーはアンコールが、じゃ、ほのぴーはほとんどがちひーさんで、アンコールがまいさんです。私とほのぴーがそこだけ逆なんです。どれがふーちゃんやって、これでーしゅ、これがふーちゃんでーしゅ。めっちゃ見てる。眠たいのか、眠たくないな多分。そうそうそう、研究生は髪飾りをつけないからさ、また技術演の時にね、初めてつけさせてもらってね。そうなの、すごい可愛くて、一つ一つがめっちゃ可愛くて嬉しかったです。つけることができて、また22日も出演させていただくので頑張りたいと思います。楽しみ、めっちゃ好き、セトリが。うん、なんかほんまに17日はポジションにいっぱいいっぱいで、全然客席をあんまり見れなかったから、22日はもうちょっと、ファンの方と目合わせたいですね。ライちゃん、ライおいで、どうしたの。ライちゃん来ました。映ってくれるかな、ライリ、ライ、ラシャン、ラちゃん配信中です。ラちゃん配信中ですよ。ラちゃんそこも映ってますよ。ラちゃん来ました。ラシュカレーの匂いしたから来たんちゃうやろうな。ほんま食いしん坊なんですよね。めっちゃ可愛かったよね、あの衣装全部ね。小物とか、そのアンコール開けない小物とかめっちゃ可愛くて、うん、ありがとね皆さん。
そうそう、ふーちゃんおにぎりのやつ。22日も当たりましたよって、ありがとう。 N シップね、ほんまにセットリスト好きなのよ。神だよね、神伸びた、神伸びたよね、わかる、めっちゃ伸びた。いやほんまに長い。前髪は切ってもらったんですけど、ちょっと後ろ髪が長いだよね。皆さん風雷が見れましたね。雷はねほんまにレアなんですよ。雷ちゃんは、あ待って、ちょっと57なので先に男女読みますね。やっぱ20分しかなかったら余裕がないわこれ。多分は残りはルームスの、え待って、めっちゃ可愛い、雷ちゃんめっちゃ可愛い。ふうふうはこよたんのベッドで寝てます、香箱座りで。ふうしこっちおいでよ、ふうたん、プシプシプシ丸来ないですね。ライと同じ体勢でこよたんのベッドにいますね。可愛いんだけどね。めっちゃモフモフでしょ今ね。こよたんのお部屋がね暖房ついてるから多分来るんだと思います。最近ここであんま寝やんからね。よし、ちょっと時間がね切羽来てるので男女読みまーし。13位ベックスさんありがとうございます。12位マツさんありがとうございます。11位モンテさんありがとうございます。10位ケンさんありがとうございます。9位チーネありがとうございます。8位コニーさんありがとうございます。7位みつきありがとうございます。6位坂組さんありがとうございます。5位中丼さんありがとうございます。4位まるくんありがとうございます。3位たむたむありがとうございます。1位しょうこさんありがとうございます。2位しょうこさんありがとうございます。1位インちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと先に読んだので切れるのを待ちたいと思います。この後はルームス配信するんでぜひ来てください。でも明日学校なのでそんな遅くはできません。明日は早起きが始まります。明日はめっちゃ早起き始まります。マジ寝坊したくないわほんま学校って。なんかいつもね時間なくて髪ボサボサやから、普通に明日こそはちゃんとしたよね。うん、皆さんルームス来てね。ラーちゃんこっち見て、こっち見てるかもしれへん、見てないかもしれへん。ご飯見てるだろうラーチュマル。じゃあこの後来てね。これ終わってるかな、もう終わったんかなこれ。あもう終わりそう。じゃあまたねって、ラーちゃんライライ、バイバイキーンって。ラチュマル、こっち見てる。じゃあ自然に切れるまで待つね。